えっとまあ、この学問を極めるのに向いている人ということなんですけれどもこれはあのいろんなことに興味がある人というのがいいかなと思います。 例えば、まあ、どうでも、皆さんがどうでもいいことと思っていることに興味を持ってもらえるといいかなと。例えば、えっ、ー、と、ある動物園の、例えば、その動物に新しい名前がつきました。なんでこの名前、この名前になってるんだろうみたいなことを調べてみるとか、そういうふうないろんなものに幅広い興味を持つ、これが経営分析にとって重要かなと。なぜかというと、経営分析っていうものは、いろんな、えっ、ー、と、 業種、業態の会社があるんですね。なので、一つの会社とか一つの業種だけを調べるわけじゃなくて、いろんな業種を見るので、幅広い知識、そういうのが必要になります。なので、この学問については、やっぱり幅広いものに興味を持つ、こういう人が向いてるんじゃないかなと思います。えっと、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、泉州大学経営学部の大柳です。えっ、ー、と、今回、私の講義を選んでいただいて、ありがとうございます。 えっと、今日私の専門分野である経営分析というものをまあ皆さんに簡単にお伝えしようというのが今回の趣旨になります。で、えっと、経営分析っていうのは多分皆さんのお父さんお母さんの方が多分興味を持っている方が多いのかなとは思うんですけれども、それをまあ皆さん高校生向けにというかまあ簡単にちょっとイメージをつ捉えてもらおうというのが今日の講義の趣旨になります。 で、まず経営分析って一体何なんだろうということを、ちょっとまず難しく説明しますと、これ、企業の経営の状況をまあ分析して、まあ、過去現在に関して実態をまず明らかにした上で、将来を予測することということになります。 あの大学の先生が話す内容って実はあのすごい難しいことを難しく喋るというのが、まあ、実はキーでして、えー、と何言ってんだろうと思うかもしれませんが正確に言おうと,と難しくなっちゃうんですねでその難しくなる内容をもう少しこれ噛み砕いてみようというふうに考えてみようとそれが、えー、と簡単に言うと、まあ、会社の状況をまず把握するんだとで今現行状態どうなってるんだろうというものを把握してその上でこの会社将来どうなるのかな うまくいくのかな、これを想像することなんだ。これがまあ簡単に言うと経営分析っていうもののすごさと楽しみということになります。 で実際想像するんですから将来の結論がわからないんですね答えがわからないことをずっと勉強するとなるともしその予想が当たるとこれ実は神様のように扱ってもらえます、えー、私もある会社の、まあ、この状況をこれこうなりますよ多分っていう話をしてですねそうするとそこで聞いてる人たちは誰も信じてくれないんですね私のことあの、まあ、また先生こういうこと言ってるまた嘘言ってんじゃないかみたいなこと言うんですけどもそれが例えば半年ぐらい経って。 でそれが真実で報道されたりするとほら当たったっていうような話がよく出てくる。 でその時いたせ、あの皆さんは、あの私のことを神様だと思ってくれるんですねでそ。ただ予想外れるっていうことも当然あるわけで、予想が外れてしまうと、あ、やっぱりこれ先生言ってもやっぱ外れるんだよねっていう感じになる。だから経営分析っていうのは、実はいろんな考え方、柔軟な思考、こういうものを持って、えっ、ー、と、実際の会社、この後どうなるんだろうなっていうことを想像していく。こういうふうな学問なんだ。 ということで考えてもらえればと思います。で、この経営分析、じゃあ適当にやってるのかっていうと、そういうわけじゃないんですね。例えば、これ、この会社私大好きだから、この会社はうまくいくんだ、みたいな感じには実はならないんですね。これ、どういうことかというと、それぞれ想像する中で、それぞれの考え方、もしくは論理性というものがしっかりと、あの、元にあって、どんどん出来上がっていく。 これが経営分析というものになります。例えば A さんの考え方、B さんの考え方、C さんの考え方、D さんの考え方、それぞれみんな違うんですね。例えば、あの皆さん、あのー、カレーの店をちょっと考えてみましょう。カレーライス。カレーライスって実はいろんな種類ありますよね。 で甘いものから辛いものもあれば例えばキーマカレーみたいなようなものもあると普通の昔ながらのカレーみたいなのもあるとそうするとどの店のカレーが一番多く売れますかっていうと私はこれが好き私はこれが好きってみんなそれぞれ違うことを言うわけですねだけど相対的に売れる店っていうよりはむしろ人気のある店っていうのはいろんな人から言われてくるとで逆に言うとみんなにはおいしいお店って実はなかったりするんですよね 特に私このここのケーキ大好きみたいな感じで行くと、このケーキよりはこっちの方が美味しいよねなんていうようなことを皆さん言う。となると、これも全く同じで、それぞれの人はそれぞれ理由があって、あの、それを選ぶんですけども、実はその中に、その答えというものが一つではない。いろんなものが答えとしてあるんだと。特に流行のものなんていうのもそういうことになります。なので、 この経営分析っていうものをやっていく上では、実はこの非常に柔軟な考え方、そしてこの考え方をいろいろと応用して、その上で論理的に組み立てて、で、想像していく。これが、まあ、経営分析っていうものの一つのやり方なんだと思っていただければいいのかなと。なので、もう100年以上続いている学問にもかかわらず、あの、形はないんですね。で、さらに決まりもないです。 でさらに、そこには信念っていうものが意外とあったりして、私はこういう会社がいいんだっていう信念。この信念のもとで、実はうまく投資とかがいっている会社もあります。このあたりが経営分析の面白さでもあり、大変さでもあります。で、じゃあ最近流行りの AI っていうものを少しちょっと考えてみよう。 AI って意外と何でもできるかなというふうに皆さん思っているかもしれません。で、実はあの、これ AI、あの、私も実はもう皆さん言われると、あれ生まれる前なんですけども、20年以上前に、えっ、ー、と、実は AI で経営分析っていうのを実は論文で書いて、まあ、それであの、私、あの、学位をちょっともらってはいるんですけれども、これやってみたんですね。で、そうすると A 社、B 社、C 社っていろんな会社、うまくいった会社、ダメな会社っていうものもいっぱいあると。 でこれをどん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  AI に学習させていくんですね。でそうすると AI がこれ儲ける会社のやり方を発見しますなんていうことができるということが考えられる。でこれ実はある程度できるんですね。ただこれキーワードは過去儲かっていた会社今まで儲かっていた会社はどういう会社かが分かるんです。だけれどもじゃあこの儲ける会社皆さんこれ知ったらどう思いますか このままやってみたいと思いませんかと。でもしやってみたらどうなんだってこの虎の巻みたいなマニュアルがですね、他の人も同じものがある。他の人も同じものがある。そうすると、例えばみんな同じものを提供してしまうと。先ほど言った例えばカレーの店やケーキの店、これ少しちょっと思い出してほしいんですけども、カレーとかケーキってお店によっていろんな味、種類があって、新しい、それでラーメンもそうですね。いろんな種類があるでしょうと。と だけどもし AI で売れるラーメンはこれですというものが出てきてみんな同じラーメンを作り始めたらその店に皆さん行こうと思いますか実はそうはならないですよねと。となると過去のものと現在のものこれは全く同じもので継続していても実はうまくいかないんですね。 なので、将来を予測するというものは、過去の延長線上で行くというわけでもないですし、新しく何かもうパターンを作るということでもない。だから、新しい想像、新しいチャレンジ、これが常に必要になってきて、このチャレンジ、想像が過去の論理で見たときにうまくいくのかいかないのか、ここを判断するということになります。また、うまくいく方法って一つじゃないんですね。 例えば、ある、ある飲食店をちょっとイメージしてみましょうと。最近デカ盛りブームだからっていうことで、とんでもない量を乗せるデカ盛りの店がある一方で、こじんまりとした、ちょっと一口食べるような店。で、こんな店も実は流行ったりでする。そうすると、じゃあ皆さんがお店をやろうとしたとき、どっちがうまくいくんだろうと思ったら、どっちもうまくいってますよね、と。そうすると、自分がどちらを好むか、これを考えていく。 これが実は経営分析でも非常に重要なポイントになります。でもしこの経営分析が本当にうまくできたら発売する前に売れる商品が分かっちゃうんですね。これやったらうまくいくよ。もしくは会社を始めた瞬間にこれ成功します。なんて話が出てくる。でまたもし皆さん生まれた瞬間にあなたの能力はもう決まってしまう。こんなバカな話ってあると思いますかと。 でな何かおかしくないですかそういうこと。なんでこういうことができないのかっていうと、実はこれ環境に応じて変わるということと、会社、それから経営分析が相手にしているものは人間なんですね。人を相手にしているんです。人っていうものは論理で動かない、合理的に動かない。まあある程度限定合理性なんていう言葉もありますけども、限定的に合理的なんですね。なので、例えば皆さんを好きなもの、好きな食べ物があるとすると。 例えば何がいいでしょうかね。例えば、まあ、リンゴが好きな人がいる。リンゴ好きだよね。じゃあ、リンゴ好き。その人はリンゴいつも食べてる。じゃあ、リンゴある。はい、リンゴ好きだよね、君。じゃあ、食べてね。今お腹いっぱいなんだから、リンゴいらないよ、なんていう時もありますよね。でも、AI の判断は、リンゴこの人好き。リンゴは食べるなんですね。だけど、調子によっては食べない。リンゴじゃなくて、今日みかんがいいや、っていう日もある。これが人間なんです。 経営分析が相手をしているものはまさにこの人間のこういうふうな営みこれらを全てまとめた形で見ていくだからこそこの経営分析では柔軟な考え方そして複数の答えというものが必要になってくるわけですじゃあこの柔軟な思考というものを少しちょっとやってみましょうとで実際成功する会社の経営者ってどんな人なんだろう これ実は私が教わった先生がですね30年以上かけてずっと調べてきたんですね。でこれを見てみると例えばあのやる気のある人従業員がやる気がある会社は儲かるんじゃないかと経営者が例えば織田信長みたいな人がいいとか徳川家康みたいな人がいいみたいな経営者がいいのかなんでこんな話がよく出てきたりとかするんですがこれをですね4つのパターンに分けました。 創業者、会社を最初に作った人。それからその後を継いだ二代目。そして、生え抜き。これは会社に入社して出世していっ,てった人。それから、天下り。これは他の会社からポーンと来てトップになった人。この4種類の社長のタイプで、どのパターンが一番業績がいいのかって調べてみました。そしたら、なんと、景気がいい時は誰でもうまくいくんですよね。これ実はタイプに意味がなかったと。 すなわち、景気が良ければ誰でも、何をやってもうまくいくんです。だけど、一方、景気が悪くなったとき、このときは、創業者のタイプ、すなわち、最初からゼロから立ち上げた人がいる方が、業績が良かった。こんなパターンもあったりします。すなわち、すべてがわからないのではなく、ある一定の条件のもとでは予測できる。こういうことが、経営分析で分かってきています。 後ほどちょっと説明はするんですが良い会社悪い会社こういうふうなものもある一定のルールパターンが少し見えてきているこれを研究するっていうのもまた経営分析の楽しみでもありますでは経営分析の本質に入る前に少し柔軟な思考というものを対応してもらおうと例えば皆さんが知っているチョークっていうものを見てみようと チョークの形ってどんな形なんですかっていう質問をされると、ある人は丸。ある人は四角。ある人は円柱。これ、あの、いろんな講義で話をすると、多くの人は円柱って答えるんですね。これ、確かにチョークは円柱なんです。なんですけども、これ、真上から見ると丸で正解なんですね。真横から見ると四角で正解なんです。これ、斜めから見ると円柱なんです。 円柱が正解なんじゃないんです丸も四角も円柱も正解。これが実は柔軟な考え方なんです。皆さんが高校で勉強している内容、これ先生に怒られるかもしれませんけども、先生が選んでいる答えを皆さんが答えると正解なんですね。だけれども、形分析は私が想定している答えが将来当たっているとは限らないんです。なので、それを 考えをを論理的に説明をするこれによって正解は複数出てくる。これが柔軟な考え方ということになっていきます。じゃあこの柔軟な考え方少しずつちょっと実際の会社に応用していこうと思います。まずこれ2つの会社を比較してみようと。あの専修大学ですね神田昌事と生田物産という2つの会社を比較すると。で従業員の人数は両方とも100名なんですね。 で、支払ってる給料の総額は両方とも5億円。じゃあ、どっちの会社に行こうこれ、え、同じじゃんって思う人ほとんどなんですよね。そうすると、これ名前で神田かなとか、都会だなと。ちなみに私、くたにいるんですけど、いくたもいいとこなんで、できればいくたも来てほしいんですけれども、だか名前に神田で引っ張られちゃうかなみたいな感じのことが起こる。じゃあ、ちょっと情報を追加します。 神田商事、なんと従業員平均年齢50歳だった。幾田物産、25歳。お、幾田の方が若いぞ、と。若いけど給料高い多くもらってるお、じゃあこれ幾田かなって思って行ってみました。そしたらなんと幾田物産、部長の給料かなり高いらしい、と。若い人は実はあまりもらってなかった。なんていうことあるんですね。となると、 じゃあ、どっちがいいのかっていうのは、様々ままな見方、考え方によって答えは変わってくるということになります。生田伏さん、若い頃もらえないかもしれないけど、部長になったら多くもらえる。神田昌司、みんな平均的にもらってるかもしれない。あなたは何を好みますかっていうことで、考え方も変わってくるということになります。 えっと、今この経営分析の最前線の取り組みというものは、えっと、多分一番多いのは AI を利用したなな予測モデルとというものの作成かなと思ってます例えば、えっと、株価将来の株価を予想するなんていうものに企業の分析のデータをどんどん投げ込んで AI に大量に学習させてますでこれによって将来の株価が予想できれば必ず儲けられるだろうと思っている会社が多いということです 一方で、先ほど潰れる会社なんていうものの特徴もしっかり見出そうなんていうものに AI を利用している。なので、先ほど言ったように AI で今一生懸命どうにかやろう、やれるものないかというのが探求している。これが、まあ、最先端というず最前線の実務の内容かなというふうに思っています。じゃあ次に、この経営分析、実はちょっと知識が必要になります。 その必要な知識を少しちょっと勉強しましょうと。で、えっ、ー、と、その中でも会計というものが若干重要なので、今回はこの会計を少しだけ説明をします。で、ビジネスマンにとって必要な知識ということによく CPA なんていうことは言われて、C が英語、コミュニケーションですね。で、P がパソコン。で、A がアカウンティングという会計とパソコンと英語。 これれは世界共通言語なんだという,ふうに言われてますで実は会計も今世界共通言語になりました。日本でやってるやり方は当然アフリカの小さい国も中国もアメリカも全部統一になりました。20年前までは中国はちょっと違うやり方をしてたんですけれども今全世界統一のやり方になってます。でこういう点でいくと世界統一言語の一つというものが会計ということになると。 で、この会計に必要な言語、言葉、これ5つだけ覚えてもらおうと思っています。資産、負債、純資産、収益、費用というこの5つになります。このたった5つの言葉、この5つの知識、これだけで実はかなりの経営分析ができるようになります。 で、えっ、ー、と、私が、あの、例えばですね、あの、選手大学卒業した社長さんの講演会で、まあ、勉強会みたいなのをやったときも、実はこの5つだけで十分です、ということで5つだけで説明をしました。そしたら、非常にはこれ分かりやすくでいいね、っていうふうに言われたんですけれども、なかなか皆さん、あの、高校生なので難しいかもしれないんで、少しもっと噛み砕いて、このイメージを捉えていこうと。まず、資産。これは財産だと思ってください。 財産。負債は借金なんだと。で、純資産っていうものは財産から借金を引いた本当の財産。これが純資産なんだと。で、収益はどれだけ稼いだか。費用は稼ぐためにどれだけ使ったか。もうこれだけの5つになります。皆さんよろしいでしょうか。資産は財産で、負債は借金。で、本当の財産は 財産から借金を引いたものなんだと。例えばすごい大きい家を持っててもいっぱい借金持ってるはこの人お金持ちじゃないよねこんな感じのイメージになりますで実際どれだけ本当に稼いだのかそして使うどれだけ使ったのかで残ったものはいくらかこんな感じで経営を分析していきますで例えば稼いだものから使ったもの稼いだ稼ぐために使ったものを引くと これは儲けというものが出せます。これを利益というふうに呼びます。財産がいっぱいあっても借金が多ければ、これは本当の財産が持ってないということで、お金持ちとは限らないと。で、本当に儲かってると、本当の財産、いわゆる資産から負債を引いた残りの部分が増えていく。この3つのパターンなんですね。で、この3つのパターンを利用することによって、 良い会社、危ない会社っていうものを見ていこうと。だからそんなに多くの知識がないのに急にこんなこと分かるのかって思うかもしれませんが、これぐらいの知識で基本的なものが見えてくることになります。では良い会社の見分け方です。どんな会社がいいんだろうか。利益がいっぱい出てる会社かなと。就職するとお前すごいなとかっこいいなとかって人気のある会社かなと。何言っても給料高い会社かな。 それもも古いいい会社だっていうういうこのもありますあのこれ京都の方ではよくこういうことを言います。利益よりも歴史なんだってだけど良い会社の基準って意外とないんですね。見方によってしまう。じゃあちょっと柔軟な見方をこれからしてみましょう。例えば儲かっている会社これは収益稼いだものから使うためにやっている費用が少なければ利益は大きくなります。 すなわち、儲かってる会社は、費用をあまり使ってないかもしれない。ちなみに、この費用の中で一番の割合を占めるのが、給料なんですね。ということは、給料が安ければ、会社は儲かるかもしれないと。となると、皆さんは儲かってる会社にいい会社だと思っていこうとすると、もしかすると、給料は安いかもしれない。 そうなるとそれは本当に皆さんにとっていい会社なのかこの辺は何とも言えなくなるんですねこの辺が柔軟な見方ということになります例えば入社するときにいい会社と将来出世したときにいい会社って違うんですねこれ皆さん入社するとき例えば大学卒業して22歳ぐらいで就職する出世するとき30年以上経ってから就職する 30年間で良い会社の企業ランキングは大きく変わります。となると、入った時に良い,い会社のところにいた人たちは、実は出世した時に悪い会社になっているかもしれない。入社した時にあまり無名の会社に入った後、その後皆さん頑張れば良い,い会社になっているかもしれません。となると、良い,い会社って非常に難しい判断が複雑になります。 いい会社って分かりづらいんですね。だけども、一方で、危ない会社、こっちの方ははっきりしちゃってるんです。これ、人気のない会社、儲かってない会社、どちらにしても潰れそうな会社、これが危ない会社というような判断になります。で、危ない会社の特徴、これ皆さん覚えておくといいかなと思うんですけども、赤字で借金が多くて、財産、純資産が少ない。 この3つが最大のポイントです。潰れる会社の80%がこれに当たります。皆さん同じなんですね。赤字っていうことは、稼いだものよりも使うものが多い。皆さんもお小遣いとかアルバイト代で稼いだものよりも使うもの多ければ、当然身動き取れなくなっちゃいますよね。で、借金しなければ我慢できるんです。だけど、そこで友達から借りたり、こんなことすると、当然、 だめになっていく可能性がある。だけど、もともと財産があればいいんですね。例えば、財産から借金を引いた本当の財産、純資産というものがいっぱいあれば、ちょっとぐらい赤字でも耐えられるんです。ということは、潰れる会社は、この本当の財産が少ないんですね。すなわち、赤字、借金が多い、純資産が少ない、この3点セットが揃っちゃうと、会社って危なくなってしまう。これはもう明らかな 分かっているルールーととうことになりますすなわち先ほど言った良い会社は分かんないんだけどいろんな研究によって危ない会社はどうも分かってきたこんなことが言えますでさらにもう一つ面白い見方があります先ほど言ってた皆さんがよく物を食べに行ったりとか買いに行ってる皆さんが買ってるもの皆さんが当然買ってるもの皆さんが食べてるものこの店って当然 売り上げは良くて儲かってますよね。だけども、最近買ってないなっていうものありませんかと。昔はよく買ってた。だけど今買ってないな。今買ってないっていうことは、今その会社の売り上げは悪くなってます。すなわち、その会社の当然売り上げは下がってきてる。会社の状況は悪くなってるはずなんです。皆さんよく言うのは、 売れてるものをよく追うんですね。だけど、昔買ってたけど最近買わなくなったもの、こういう視点を見ると、実は悪くなっている会社って実はよく見つけられるようになります。最近皆さんがちょっとして最近昔食べてたけど食べなくなったななんていう、こんなものですら会社の業績は見えることになります。また、皆さんがお店に行って、この店員やる気ないなみたいな店ってありますよね。 これもう少しちょっと優しくしろよとか笑顔振りまけみたいなことを思う時ありますよね。そしたらそういう店また行きたいと思いますかと思いませんよね。とそうするとそういう人たちが多い店、当然これも悪くなります。こういうふうなものも皆さんが行かないという意味で悪い会社みたく業績が悪くなる会社。こういうふうに見分けることができます。で、このような見分け方、 良い会社、こういうものをいろいろと皆さんが論理的に考えて説明をするこれによって経営分析とという学問が成りり立つことになります。数字がいいとか悪いとか大小でも決められませんし人によって考え方が違ってくる同じ結果を見てもセンスの違いで解釈が異なってくることになりますだけどもこれが経営分析の真髄なんですね。 あの他の学問と違うのは答えのないものを勉強しています。正解がないものを勉強している。逆に言うと正解は必ず将来時間とともに来るんですね。その時に合っていたらやったと。間違えてたらどこが違ってたんだろうと考える。これを繰り返しやることによって、この経営分析っていう学問は進んでいくことになります。もし興味があったら、あの、ぜひ学んでいただきたいなというふうに思います。 あの以上でえっ、ー、と私の講義終わりになります長い間ありがとうございましたえっとこの学問に感動やワクワクがありますかという質問に関してまあ簡単に答えますとえっ、ー、と先ほどの講義の中でも話をしたようにえっ、ー、とやはり予想が当たったときは非常に ワワクワクというか皆さんから尊敬されるわけじゃないんですけども非常にドキドキキしますでかつ外れた時にはやはりこれどうしようというところも実はあったりしますので、えー、と逆に言うとまずできるだけ予想を正確にしようなんていうのは経営分析の一番面白いところでそれが当たった時これは非常に嬉しいのかなというふうに思います。